じゃんじゃんじゃん。こんにちは、トミーです。今日は私が選ぶコンビニで売っているお菓子ベスト5をご紹介したいと思います。今回私の近所のローソンで購入しました。5番目はじゃん、ポテトチップス瀬戸内レモンペッパー味です。これ私最近まで全く知らなかったんですけど、なんかもう名前がもう美味しそうで買ってみたんですけど、すごい美味しくて、ペッパーがピリッと効いて爽やかなレモン味だそうです。では実際に食べていきたいと思います。いい匂い、いただきます。きちんと胡椒が効いていて、鼻にレモンの風味が来るような感じで、すごい美味しいです。263キロカロリーです。ポテトチップスです。片揚げポテトと迷ったんですけど、最近食べてすごい美味しかったのでこっちにしてみました。はい、では次4位は、じゃん、きのこの山です。私よく中学生ぐらいにきのこの山とたけのこの里の、どっちが好きかみたいな対決あるじゃないですか。その時断然たけのこの里の派だったんですけど、大人になってたらキノコの山が好きになりました。では開けたいと思います。美味しい。無性に食べたくなる時があって、昔はたけのこの里クッキー自体がキノコの山と違うじゃないですか。一緒にチョコとクッキーが口の中に広がるのが好きで、たけのこの里が好きだったんですけど、なんかある時を境にキノコの山が
めちゃめちゃタケノコの里を追い抜いていきました。これは423キロカロリー、高い。ちょっと3個だけ。美味しい。はい、ではベスト3の発表です。ベスト3はじゃん、プリッツです。サラダ味、絶対にうまサラダ味が好きです。なんか昔からあるけど結構好きです、プリッツ。私甘いよりしょっぱい方が好きなんですよね。なのでこれがすごい食べたくなりますね。いただきます。あ、うん、プリッツは食べると止まらないです。美味しくてこの細さもいいですよね。うん、子供の頃は遠足では結構な頻度で持ってってたと思います。多分美味しい。はい、では次2位です。これは1位と2位ですごく迷ったんですけど、一番好きな歴で言ったら一番長いんですけど、発表します。第2位はじゃん、ハイチュウぶどう味。これは本当に物心ついた頃ぐらいから食べてて、なんかいろいろな味があるけど絶対にぶどう味が一番好きです。なんか結局ぶどう味に帰ってきますね。いろんな味に浮気しても。ではいただきます。
かなかなくならない。やっぱり美味しいですね。なんかいつもこういう感じで A 型の人は分かるかもしれないんですけど、箸置きの箸入れとかなんか折り紙折っちゃうんですよね、鶴とか。これは私もともと歯がすごく弱くて溶けちゃうんですよ、脱臼って言うんですけど。なので小さい頃歯医者さんの先生に絶対ハイチュウはもうダメって言われてたんですけど、ハイチュウがその時一番好きだったから、もうお母さんに隠れながらハイチュウ食べて、お母さんが帰ってきたらすぐ布団の下に隠して、それを忘れていつも怒られてました。そういう思い出深いハイチュウが第2位です。本当に美味しい、はい、では見事1位に輝いたトミーのお菓子はじゃん、じゃん、トッポとガーナのコラボです。これ食べたことありますか？これすごい美味しくて、そんなにトッポがめちゃめちゃ好きなわけではないんですけど、ガーナもそんな一番好きっていうわけじゃないんですけど、このトッポとガーナのコラボのやつは本当に好きで、はでもちょっとお高いんです。200いくらかな。でも買いたくなっちゃうくらい美味しい。普通のトッポより太いんですよね。わかりますか？わかるかな？そう。で、中がガーナになっています。では、いただきます。美味しい。なんか何だろうな、贅沢な感じ。これ好きな食べ方があって、さっきみたいに普通に食べるよりもなんかすごいちょっと見栄えがあんまり良くないんですけど、この端を先にこうやってかじってチョコを後で残して食べるのがすごい好きで、ちょっとだけやってみます。これ夏とかはチョコが溶けちゃうからあんまりおすすめできないんですけど、こういう感じね、チョコ出して食べるのが
美味しい。でも人前ではちょっとあんまりできないんですけど、家で食べるときはそうやって食べてます。なんか最近はダイエットしてて、あんまりお菓子を買わないので、なんかすごい贅沢な気分になりました。本当に美味しかった。でも一番食感がいいのはこれかもしれないですね。音がうん、美味しい。皆さんも これ食べたことないなとかあったら、ぜひ見つけてみてください。今回はお菓子を選んだんですけど、アイスもすごい好きなので今度アイスやってみたいなと思っています。よければご覧ください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価とフォロー、ツイッター、インスタグラム、TikTok お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。ちゃちゃ。にもいけんよ。